館内展示中の大型ねぶたねぶたの家はラッセは青森県青森市にある青森市の文化観光交流施設である。2011年1月5日に青森駅ホーム東側に広がる青森ウォーターフロントエリアに開業した。現在の館長は桜田実。のる。青森ねぶたの保存伝承のほか青森の観光の拠点とするべく2004年6月に 青森駅周辺整備基本構想が掲げられ、2009年3月より着工された。その後、同年3月に、ねぶたの家は、ラッセという名称に決定された。青森市が管理するねぶた関連の博物館は、初めてである。名称は、公募により選ばれ、最優秀作品である、ワラッセという優秀作品である、ねぶたの家を組み合わせたものである。 A.B.C.D.E. 森健太郎。ねぶたの家はラッセ。開館4周年。記念セレモニー。毎日新聞。東北建築賞作品賞部門受賞作品一覧。日本建築学会東北支部。2019年3月3日へずらん。2015年12月27日の絶対黙ってはいけないオタライブや、2016年1月17日の話ナのライブなどといった、 コスプレ音楽イベントにも使用される。ありがとうございます。